ブラウナウアムインは、オーストリアのザルツブルクから北へ6 0トルのオーバーエスターライヒ州西北部のイン川のアゼにある基礎自治体。ドイツとの国境にある町。東南部に、オーストリアで3番目に大きい都市のリンツがある。アドルフ・ヒトラーの記事として知られる。起源は810年頃まで遡り、死の条例。ヒトラーは1889年4月20日に、 ブラウナウに生まれ、同地には現在も成果が残る。これからちょうど100年となった1989年、市長のゲアハルト・シーバは、ヒトラーの成果の前に戦争とファシズムに反対する石碑を建てており、この石碑はマウトハウゼン強制収容所から送られた石にドイツ語で刻まれている。1992年以降、現代史協会はブラウナウにおける 現代時のシンポジウムを開催し、また1998年からは、ホロコースト記念施設での奉仕活動のための会合を毎年ブラウナウにて行っている。地元新聞、ブラウナウルウントシャウは、ブラウナウはここに、反戦、反ファシズムを掲げるという署名運動を開始した。現在市は、町が、ヒトラー生誕の地として、観光地化することを望んでおらず、石碑には、 ヒトラーの成果とは数踏みたりとも刻まれていない。また、市内の地図には他の名所が記されている一方成果は記載されず、成果の前の道路も観光客がツアーなどを組んでタムロできないようにバスの停留所や車の駐車場となっている。2016年7月オーストリアのボルフガング・ソゴとか内省はヒトラーの成果を取り壊す方針を決定している。 この建物は1972年にオーストリア政府が借り上げ、障害者施設として使用されていたが、2011年に所有者がこの建物の改修を拒否しており、買い取り交渉にも応じず、約5年間も空き家となっており、ネオナチの聖地になる懸念があったためである。2016年10月にオーストリア政府がこの建物を強制収容することを決定したが、 この建物がある旧市街中心部が遺産保護区域となっていることから取り壊しに反対する意見や博物館などへの教育への活用を求める意見があった。2019年11月、オーストリア政府は元の持ち主に保証料を支払った上で建物を警察署として活用する計画を公表し、合わせて欧州連合圏内を対象に 建物のデザインに関するコンペティションを実施することも発表された。オーストリア政府は警察がこの建物を使用することによってナチズムの聖地化を阻止するというメッセージになるとしている。ローマ教皇ベネディクト16世は1927年4月16日、ブラウナウから数キロメートル離れたドイツ領バイエルン州マルクトルアムインで生まれた。街並み、ありがとうございます。